イブ・サン・ローランはフランス領アルジェリア出身のファッションデザイナー。またはイブの名を冠したファッションブランド。ココ・シャネル、クリスチャン・ディ・ウォール、ポール・ポワレラと共に20世紀のフランスのファッション業界をリードした。2002年の引退までトップデザイナーとして40年にわたり活躍し、モードの帝王と呼ばれた。フランスが誇る世界的ブランドであり、現在は ヘディングに属する。系列のイブサンドーランボーテとしてコスメ商品の展開も幅広く行っている。イブは1936年8月1日11時15分、フランス領アルジェリアのオランで保険会社で働く、フランス人の中産階級の両親の家庭に生まれた。子供の頃、パリ17区に引っ越し、1953年、 イブが17歳の時にファッションデザイナー養成校、パリックチュール組合学校に入学。イダブルス主催のデザインコンクールのドレス部門において、カクテルドレスを発表し、最優秀賞を受賞している。そのカクテルドレスの縫製は、ユーベルド・ジバンシーだった。また、その時の毛皮部門の受賞者は、シャネルのデザイナーであるカール・ラガーフェルドであった。この時の審査員であったボーのディレクター、 ミッシェル・デブリュノフは無名の若い少年のポートフォリオを初めて見たとき友人のクリスチャン・ディオールが新作として発表しているのと同じ A ラインの線を描くイブに驚きすぐディオールに紹介したそして独創的かつ想像力に富んだ彼のデザインはディオールに非常に強い感銘を与えることになる1957年10月ディオールは自身のスタッフに ここにある30のデザインは、イブの仕事に基づく私の最新のデザインであります。彼は特別な才能です。私は彼に認められたいと言い、次のコレクションでイブを連れ出すと言い出したという。スタッフはイブが、まだ若かったので、もう少し待たなければならないと言った。それが、同年のディオールの死によって、現実のものとなった。イブは21歳で、 ディオールブランドを財政的な破滅から救うために主任デザイナーとなり大きな力で仕事を始めた。1958年のイブのディオールにおける最初のコレクションにトラペーズラインと呼ばれる従来に比べてより広くより短く裾の線がちょうど膝をカバーするくらいの台形のデザインを発表した。秋のパリコレクションにはこのラインを取り入れたデザインの服を発表した。 新聞はその日一番大きな見出しに、イブ・サン・ローランはフランスを救った。偉大なるディオールの伝統は続きますと書いた。若いデザイナーのイブが、ショーの最後にバルコニーに現れた時、群衆から大きな歓声が上がった。イブはディオールのために6つのデザインを発表した。顧客はすでにイブのデザインを崇拝していた。当時、イブの多くの作品を買う顧客の中には、 62歳のイギリスのウィンザー公爵夫人の名前もあった。しかし1960年、イブはアルジェリア独立戦争で戦っていたフランス軍に徴兵される。ディオールの当時のオーナーであったマルセル・ブサックが右翼であったこともこの徴兵の理由の一つであった。20日後に軍隊内のいじめの影響でストレスを被ったイブはフランスの精神病院施設に収容された。 そして、神経衰弱のために、電気ショック療法を含む、精神医学的な治療を受けた。後年、イブは、自身の薬物依存や、鬱の起源はこれらの体験にあったと語っている。1962年、神経衰弱の感知とともに、ディオールを去ったイブは、芸術講演者で、恋人のピエール・ベルジェの出資により、自身のレーベル、イブ・サンローランを、設立。 活動を開始する。イブ・サン・ローランのブティック。左下のネオンサインがカッサンドルのデザインによるブランドロゴ。1966年、イブ・サン・ローランのプレタポルテラインであるイブ・サン・ローラン・ディブ・ゴーシュノブティックをパリに開設する。イブの最初のコレクションのミューズとして、フランス公爵の娘、ルルド・ラファレーズがモデルとして出演した。その他にもアングロ・アイリッシュのモデル。 ベティカトルーやブラジル系でアメリカ外交官の父とフランスの装飾家の母を持つタリタポル、フランスの代表的な女優のカトリーヌ・ドヌーブもランウェイに立った。同年、ドヌーブの出演映画、昼顔の衣装もデザインされた。ドヌーブは現在でもサンドーランの香水や化粧品のイメージ広告モデルになっている。 1970年代後半から1980年代初期までブランドの紹介役を務めたのはイギリスロンドン社公会の名士であり資産家であったダイアン・キャサリー・バンデッリでありヨーロッパのジェット族と上流階級に絶大な人気を得た1989年ファッションブランドとしては初となるパリ証券取引所に株の公開をする1993年に パリでデドール賞を受賞した。2001年にはフランスのジャック・シラク大統領よりレジオンドヌール勲章コマンドウールを授与された。しかし同年には自らの会社がグッチグループによって買収された。イブは翌2002年の1月22日にパリでのオートクチュールコレクションを最後に引退した。その後はマラケシュの家でほとんどの時間を過ごしている。 同年10月31日にパリ16区アベニューマルソーのアトリエが閉店した。イブ・サンローランのオートクチュールメゾンは彼以上の才能を持つデザイナー後継者を将来にも見つけることは不可能とし歴史に幕を閉じたとも言われた。だが2004年3月10日、デザイナーがトム・フォードになって初めてのプレタ・ポルテ、リブ・ゴーシュのパリコレクションが発表された。 2007年12月6日、イブは、ニコラ・サルコジ大統領から、レジオンド・ドヌール君賞グラント・フィシエを授与された。イブは2008年6月1日、がんのため逝去した。71歳没。打つ。6月5日に、パリで、イブの告別式が行われ、ドヌールやサルコジ大統領夫妻ら800人が3、列し、フランスだけでなく世界中のマスコミで大きく取り上げられた。異界は、 マラケシュの交われる庭園に巻かれた。イブ・サンローランがデザインした女性用のトラウザースーツ企業組織はアパレル系商品を展開するイブ・サンローランとコスメ、香水分野で商品を展開するイブ・サンローラン・ボーテに分かれる。共にケリングの保有会社。ボーテはロレアルグループにも属している。日本での取扱い商社も上記の称号を名乗る。 アドルフ・ムーロンカス・サンドルのデザインによる、イブ・サンドーランのロゴが、ブランドアイコンである。アイウェア商品については、イタリアの大手、メガネメーカーサフィログループがライセンスを保有し、同じクライセンスを保有する、その他のブランドと同様に、独自ルートで販売している。グッチグループ解散以前は、グループの一時用部として存在し、グッチグループイブ、サンドーランディビジョンと称した。現在も、 ケディングジャパンイブ、サンドーランディビジョンとして、グループの一角をなす。2013年春夏コレクションより、新たにデザインディレクターに就任した天才エディ、スリマンの下アパレル系商品のライン名は、ブロック体のサンドーランパリへと解消され、ロゴのビジュアルも一新された。当初は非難も多く、イブの名前を取るとは、非難された。しかしこれは、初のプレタポルテ、 リブゴーシュの時代を復刻したスリマンの回帰とも言えるオマージュであった。ロックテイストのデザインや独自の世界の写真等、サンローランパリの会心劇はスリマンだからこそであった。メイクアップコレクションのクリエイティブディレクターはロイド・シモンズ。こちらでは新たなブランド名、ネームロゴは取り入れておらず、カッサンドルによるイブ・サンローランのロゴがほぼ全商品に用いられている。 生前、信仰の深かった、ナオミ・キャンベルは、彼は、ファッションの王様だったと語っている。また、イブが亡くなった際に、私が彼に、イブ、私は、普通番坊主の表紙になれないわ。黒人の女の子を起用しないみたいなの、って言ったら、彼は、僕に任せておいてって答えてくれたのというエピソードを、明かしている。実際に、後日、ナオミは、黒人モデルとして、 初めて仏万坊氏の表紙を飾った。このことから彼はプレタポルテを生み出し初めてランウェイに有色人種を起用した。私のキャリアにおいて極めて重要な人物よ。初期の仕事の一つを与えてくれた人でもあるのと感謝の言葉を述べている。ナオミ以外にも初期の黒人スーパーモデルムーニアはフランスのラジオ局のインタビューに対し彼のおかげで 肌の色に対する誇りを持つことができたとコメント。アフリカ出身のダイア・グエイエモイブの協力によって、国際的なキャリアをスタートすることのできたモデルの一人であり、彼は天才だった。世界全体にとって大きな損失よ。兄というよりも、父のようだったは年をいたんだ。日本人では1990年代に、川原綾子を起用、パリコレクション以外にもワールドカップのショーなどに、 登場させた。ローランの人生を描いたドキュメンタリー映画、イブ・サン・ローランにも河原は登場している。ありがとうございます。